りんちゃんパパのクッキングです。今日はですね、宮城県、石巻市にある井上海産物店さんの方からモニターの依頼を受けまして、こちらの、まあ、3種類ですねの商品のモニターの依頼を受けたんですけど、まずはその中の一つのこちらの塩生わかめ、これをですね使って、見るからにですね肉厚ですごく美味しそうなんですけど、これを使ってですねりんちゃんパパ流の、まあ、料理を作っていこうと思います。まあ何を作るかというと、こういうわかめですので、これをやっぱり、メインにして作っていきたいと思いますが、お味噌汁とかですねよくあるサラダ、酢の物、こういうものは結構皆さん作っているので、今日はですねオリジナル性のあるですねりんちゃんパパ流の調理、わかめを使ったわかめチャーハン。わかめをふんだんに使ったわかめチャーハン、こちらの方を作っていきたいと思います。それでは調理スタート。はい、それではですね、わかめチャーハンの方を作っていきたいと思います。まずはですね、今日はご飯1合分ですね、約1合分に、まあ普通チャーハンとかだとラードとかに入れますけど、わかめのね、素晴らしいわかめだったので風味、旨味を、ね、損なわないような最小限の調味料で作っていきたいと思います。そうしましたら、ご飯1合分に対して卵1個入れていきます。卵入れたと同時にご飯、塩コショウ、でネギ。わかめは早めの段階で入れてしまうと粘り出てしまうので、わかめ1個最後、あと香りと風味も失わないように最後ですね、ほんとあえるだけという感じで作っていきたいと思います。ある程度炒まったら、ここにお酒少量、そしてですね、今日はここにですね少し一つまみの、市販のだしの素、これを入れていきたいと思います。仕上げに、ごま油、仕上げにごま油を入れて、はい、仕上げにごま油を入れたら、ここに最後わかめどっさり入れていきます。あとは和えるだけ。これでもう火を消して終了です。はい、それでは実食したいと思います。石巻わかめチャーハン、こちらの方が出来上がりましたので、とりわけで食べていきたいと思います。いただきたいと思います。いただきます。10分ご飯取ってあげる。あのね、まずもう茎の太さ、わかめの厚さ、歯ごたえが違う、香りと。いただきます。うん、うまい。そう、うん、美味しい。あのわかめの存在感も大きいから、あの材料シンプルにして全く問題ないね。いただきます。うん、美味しい。ね、ほんと歯ごたえが、歯ごたえ違うよね、うん、いいわかめだね、やっぱりね。美味しい。うん、美味しい。合うね、わかめ。
チャーハンとね、うん、あんまりほら炒めちゃうと粘り出ちゃうけど、うん、最後にこう合わせるぐらいだったら、うん、うん、うまい。やっぱそこいらでスーパーでこっちで関東でね買うスーパーの、うん、まああれは中国産とか多いけどね、ああいうのに比べるとやっぱりその香りと歯応えが、うん、色もいいしね、うん、安全で子供たちあげるのも安心してね、うん、あげれるからすごくいい、うん、わかめチャーハンまたいただきたいと思う。これうまいな。いただきます。はい、ごちそうさまでした。大変美味しかったです。はい、それでは今日はですね、宮城県は石巻市の、井上海産物店さんの、わかめ、塩わかめ、こちらの方のこれを使ってですね、石巻わかめチャーハン、これを作ってみました。すごくね、あの歯ごたえ良くて、香りも磯の香りがすごく良くてね、あのみずみずしくて、さらに歯ごたえ良くて、結構どんな料理、こういうので酢の物を作ったりしても美味しいと当然思います。ですね、もし気になる方いましたらですね、説明欄のところにですねリンクの方を貼っておきます。参考になった方いましたらいいねボタン、チャンネル登録で応援の方よろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。